して登場されました稲石達也選手です。まあ、あのキャラにこうイラッとした人がいたみたいで、最後ダウン取ってくれたからスカッとしたよみたいなのは言われたんで。もうそれもしてますか。おー、もともと11月ぐらいにやるかなって個人的に思ってて、まあ、それがやらなくなった理由がライジンに出るためとか、やっぱりちょっと自分は納得できないかな。61の階級でワールドシリーズ取ったことは事実ですし、そこはすごい尊敬に値するところだと思うんですけど、63の話はまだ距離がついてないんで、王者がやらないっていうのはもつのかなと思います。黒い、そしてスーツの癖が強い、以上着てる服のように派手な試合ができるように頑張れます。ちょうど同じ日に誕生日で、お父さん負けられない。徹底していけ、崩れ落ちた、試合終了です。自分は不吉祥なタイプなんで、あんまトントン拍子とはいかないと思うんですけど、また応援していただけたら嬉しいです。新潟男子はもうずかずか攻めるしかないんで、もうアグレッシブな戦い方を見せたいです。気合入ってますよね。やっぱそれが一番ですよ。何にも全部吸収してやろう、ね、越してやろうっていう。だから変に気抜けないですし、負けたくないですし。さあ、仕留めに行きます。風で仕留めに行く。終わったー。僕は何でもサポートしますし、僕のできることは何でもやります。見て見て、タオル鳴らせろ早く。でもやっぱ自分も那須川天心選手を意識してるっていうのはありますね。やっぱこうライズでもチャンピオンになれるぐらいに、自分が天心選手の大技で倒してやろうかなって。僕も楽しみなんですよ、もっと練習した自分が。ライズ135、11月4日、後楽園ホール。